はい、こんにちは。今回はですね、こちらのお風呂で算数わかるというですね、色とりどりのアヒルが入ったこちらでですね、クリスマスの飾りを作っていきたいと思います。それではちょっと開けてみますね。わー、すごいかわいい、たくさん色が入ってる。こちらでですね、全部になります。全部で6色入りですね。じゃあこちらはですね、ちょっとクリスマスの飾りにの DIY していきたいと思います。それじゃあですね、まずクリスマスのイルミネーションライトですね。ここの明かり一つ一つにいいところでこうアヒルをですね入れて、このままクリスマスツリーに飾ろうと思います。こういうアヒルちゃんのですね、ここの後ろの首の後ろのところにこう霧を用意してもらって刺します。危ないので、こういうのは小さい子がやる場合は家族と一緒にやってください。で、霧を入れます。こういう風に、で、下もここに弊社のアヒルちゃんはですね、ここに穴が開いてあるので、霧をですね穴に貫通させます。で、穴を大きくします。穴を広げてあげてください。グイグイって、で、ここに差し込みます。よいしょ、電飾をここに、よいしょ、こうやって入れれました。で、こうすることで中からアヒルちゃんが光って可愛い電飾がオリジナルで作れるということですね。じゃあちょっと他の色もやってみます。やっていきます。よいしょ、はい、できました。すごい。え、これをキラキラするともっと可愛いと思うので、飾っていきましょう。クリスマスツリーに。かわいい。すごい、ちゃんと光ってる。次はアヒルのクリスマスリースを作っていこうと思います。まずこちらはですね、100円ショップで買ってきたリースですね。で、これも100円ショップで手に入れたリボンですね。一回止めます。こんな感じでまずリボンの形付けをしました。からこの可愛いアヒルをどうやって並べようかなってところですね。こういう風につけたいですね、可愛いから。のりをつけていきたいと思います。よいしょ、はい、はい、あ、完成しました。すごいかわいい。ちょっとやっぱりこのね、アヒルがかわいいのでやっぱりかわいくなりますね。じゃあこれもちょっと飾ってこようと思います。
ちらのサンスワカールを使って色とりどりなクリスマス装飾の DIY をしてきました。いかがでしたか？これあのように使うものではなくって、こうやってですねお風呂で浮かべながらこう足し算とか引き算を小学生の子様とかに教えるために開発されたものでですね、実際はああいう風に使うものではないんですが、こんなに色とりどり6色でしかも30匹も入ってるので算数ワカールとしてあのお風呂で遊んでももちろん楽しいですし、さっきみたいにね DIY とかこれを飾るだけでもすごい可愛いと思いますので、ぜひクリスマスにいかがでしょうか。それではまたお会いしましょう。バイバイ。欲しいトップ。